つい最近まで、セルジオ・ペレスは、特に、レッドブル・レーシングでのパフォーマンスに対するプレッシャーがますます高まる中、F1 での自分の将来についてリラックスしていることを公然と認めた。このメキシコ人は、調子を再燃させ、マックス・フェルスタッペンと並んで、シートを維持できる可能性を高められると感じた。しかし、批判に対する彼のかなりのんびりした反応以来、物事は、実際には、彼の思い通りには進んでいない。オランダで、 そこそこの成績を残した短期間の後、ペレスは、徐々に、ひどい調子に戻りつつあり、最近のカタール GP は、2023年の最悪の週末の一つとして、ピークに達した。目に見えて苦戦しているペレスは、彼の最適なパフォーマンスレベルには程遠いものだった。そして、さらに悪いことに、彼は、レースで、自分のチームメイトに、周回遅れになってしまった。最近の出来事のおかげで、チェコの平穏は再び失われ、 恐れられていた同様の感覚にとって変わられている。さらに、ヘルムート・マルコは、ペレスの最近のカタール遠征を、衝撃的だったと公の場で述べ、ペレスへの失望を認めた。ヘルムート・マルコは、ペレスの出場にほとんど満足していないようで、失望を隠そうとはしなかった。ペレスは、チャンピオンシップ2争いで、レッドブルの重大なポイントを奪い、どう超えたルール違反があったことを受けて、 トラックリミットについてもっと注意すべきだったと意見した。その間、カタールではまた、速いラップがあったが、10秒のペナルティを受けたら意味がないと彼は語った。私たちがレースで一貫した走りができなかったので追っ手がいた。しかし、マクラーレンにこれほど強力なドライバーが2人いるということは、今や重要なことになっている。世界選手権で2位を守れることを願っている。全体的に見て、 レッドブルにとって最大の望みの3つを一度に達成するにはこれ以上のシーズンはないだろう。両方のチャンピオンシップタイトルを手にしたレッドブルには達成すべき目標が1つある。ドライバーズチャンピオンシップの順位でワンツーでフィニッシュすることだ。残念ながらペレスがレッドブルの目標を達成する可能性は徐々に減少しておりルイス・ハミルトンやその他の選手がペレスに少しずつ近づいている。しかしペレスは なんとかライバルを寄せ付けないようにすることができるだろうか以上引用。マルコ・レッドブルは、ペレスの最近のカタール GP を、衝撃的だったと、公の場で述べ、ペレスへの失望を認めた。そのままの話です。カタール GP を前に、メディアと GP ブログに語ったペレスは、自信を滲ませ、巻き返しに向けて意気揚々としている。カタールは、私にとって、週末を通して、勝利のチャンスが2回あり、 レースに戻るチャンスだと、ペレスは断言し、スプリントフォーマットの微妙な違いと、金曜日の夜の予選に向けた準備に対するチームの取り組みを強調した。レース前に、いつになく、強気のコメントを行ったペレス。あえなく激鎮でした。